一緒にあの、あ、麦ちゃんでちなみにどれかっていうと、これね、この頭が、あの、頭から土出てる人。で、これ私ね。で、この間になんか男挟まってるんだよね。なんかこの並みさ、ちょっと、なんか、女の子の間に3人挟まっててさ、ダブルデートしてるみたいだよね。ダブルどころじゃないけど、どうしようって。誰が私のこと選ぶのかな。この5人で合コンしてさ、カップルになるにはさ、一人余っちゃうもんね。どうしよう。ね、麦ちゃんはさ、誰と付き合いたい、この中で。私は、この中で誰と付き合うか。ちょっと、待ってよって。迷ってる麦ちゃんも。あ、そうなんだよね。みんな魅力的だから。まあでも、ギルルンって方は、なんか筋肉がムキムキだし、服装もお金持ちっぽいよね。絶対なんかお金持ちだから、高級な最上階のフランス料理みたいなの連れてってくれそうだよね。でもなんかすごい束縛激しいのかな。なんかあの尖った歯でさ、噛みつきそうだよね。噛みついてきそうかな。なんか一緒にお風呂とか入ったらさ、湯船ちょっと紫になりそうだよね。でも、まあ、でも、ケンモチさんと付き合うってなったらな、なんか、切れた時に、背中についてる竹刀で殴ってくるかもしんないからな。でも、ケンモチさんの高校のネクタイおしゃれだよね。AKB の衣装みたいな感じでさ、なんか、可愛くない？おしゃれかもしんない。でも、まあ、ガクくんも、まあ、いいよね。ガクくんもさ、おしゃれだよね。髪の毛湯沸いてるしさ、耳にイヤリングついてるよ。おしゃれそうだよね。しかも多分ピンスとか言って、なんかみんなにチャラい感じ出してるけどさ、多分付き合ったらいちずなんじゃないかな。え、麦ちゃんはどうする？でもどうしようどうしよう。でも誰か人に余るよね。どうしようどうしよう。でもなんか、ケンモチさんって方は、この伏見岳くんって人狙ってそうだよね。そうなったらちょっとまた話が変わってきて、ケンモチさんと岳くんがくっついたら、ギルルンと麦ちゃんか、ギルルンと私になって、私と麦ちゃんどっちかが一人ぼっちになっちゃうでしょ。だから、いや、でもこのケンモチさんって方、獣が好きだから、ギルザレンさんも私も好きなんじゃないの。一夫多妻制やるのかな。そうなったら麦ちゃんは一人ぼっちだね。ん？じゃあギル様を一人にして、麦とたまちゃんでよくない？ああ、それでいいか。うん。あの、そうだよね。トガビトと麦玉で、ギルルンは、じゃあなんか、ムードメーカーみたいな感じでね。いいね、いいね。それでちょうどいいや。ヴァンパイアって異種だしね。異種だからちょっと交われないもんね。そうだそうだ。そういうことになったから、じゃあみんなでデート楽しみましょうね。こっちにもあるわ。あれ？あ、あれ？ 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6,7,8 あと2人、あ、いちごちゃんと歌子お姉さんは枠に入らなかった、収まらなかったから、入りきらなかったのか。そう、2期生って10人いるんだけどさ、でも多分、まあ、ここに登場しなくとも、まあ何かしらでどうにかこうにか交わりますのだな。ということだから、じゃあギルルンはムードメーカーということなんだよね。なんだけど、ちょっと麦ちゃん、ちょっと事前にさ、ごめんねって言っとかなきゃいけないことがあってさ、ここでさ、ごめんねなんだけど、ここでちょっとツーショットするから、ごめん。この教室デックってとこでギルルンと二人きりでちょっとおしゃべりするんだけど、ごめん。まあ多分っていうか、まあ麦ちゃんと、まあ、つがいになるつもりはまあまああるけどさ、でもちょっと結果次第ではギルルンとちょっとくっついちゃうかもしんないな。その時は早速脇ね。はいはい。麦ちゃん嫉妬してるの？まったく、5年経っても私のことずっと好きなんて一途な女って思うでしょ。でもそんなことないんだよね。麦ちゃんってなんかディディともさ、時々遊んだりしててさ、なんか私が久々に麦ちゃんに会ったりするとさ、ねえリリーこないだのさとか言っててさ、私知らないよって思うんだけど、私のことのけものにしてるでしょ、獣だからって。だから麦ちゃんがみんなにリリーとかたまちゃんとかカズちゃんとか言ってんの知ってんのかな。まあでも本当は私のことが一番好きだっていうのも知ってるんだよね